愛媛県総合運動公園陸上競技場愛媛県総合運動公園陸上競技場は愛媛県松山市の愛媛県総合運動公園にある陸上競技場である愛媛県が所有し公益財団法人愛媛県スポーツ振興事業団が指定管理者として運営管理を行っているなお 愛媛県伊予市に本社を置くニンジニアネットワークが命名権を取得しており、2008年3月からニンジニアスタジアム、略称、ニンスタの故障を用いている公術、口日、日本プロサッカーリーグ、J リーグや全国高等学校サッカー選手権愛媛県、大会などのサッカー、陸上競技大会などが開催される。以前は愛媛マラソンも開催されていた。また、 第72回国民体育大会2017年の会場となった。愛媛県総合運動公園陸上競技場は1980年に開かれた全国高等学校総合体育大会インターハイのメイン会場として整備された。愛媛マラソンなど主として陸上競技の大会に用いられてきたが目立った整備は行われず、1993年まで ライター照明設備を有しなかった。1993年の J リーグ公式戦、サントリーシリーズのサンフレッチェ広島、鹿島アントラーズの試合では、特別に移動証明者6機を投入して、ライターとして開催された。1994年から、正式なライター証明等4機を設置した。1995年10月28日、デサント・アディラスマッチとして、 サッカー日本代表サッカーサウジアラビア代表の国際 A マッチが開催。2004年、愛媛 FC、当時日本フットボールリーグ JFL 所属が J リーグディビジョンに昇格にはホームゲームスタジアムの規格を満たす必要があると指摘され、愛媛県はスタジアム改修のための予算をつけ、2005年にはバックスタンドとコーナースタンドの一部芝ワ付の座席化を行った。 2005年、中四国地方で初めて、ジャパンラグビートップリーグの公式戦が行われた。2007年からは、ライブイベントのエーネーションも行われている。2011年、入り口に、ニンジニアスタジアムと書かれた大きなゲートが設置された。2011年6月18日、サッカー国際親善試合、日本女子代表、韓国女子代表が開催。 観客数は4202名。2013年2月、コーナースタンド芝布石の一石化が行われ、同時に大型映像装置が設置された。2014年3月、グラウンドの天然芝の張り替えとバックスタンドの一石化が完了した。2016年、屋根の張り替えをはじめとするメインスタンドの改修が終了した。課題として、 スタジアムの全面改修工事が挙げられていた。愛媛県で2017年開催予定の第72回国民体育大会、マナガをつなぐ愛媛国体のメイン会場として使用することを目的とした改修工事、座席個別席とベンチ込みで3万人、程度収容という最終型のみ明かしていたの実施を目指していた。2005年、愛媛 FC の J リーグ参入のためにはな 回収が必要とする鈴木正チェアマンの勧告から電光掲示板移動式の簡易型。ただし選手紹介などで簡単な動画を掲載することがあるため、リボンビジョンとほぼ同じ形式であると、メインスタンドの個別席化に関しては2005年9月の補正予算案で整備費用を計上した。今後、全面完成を目指し、芝生席の座席への変更や来賓席、 VIP 室やトイレの改修などを行う計画を予定している。座席に関しては2012年4月から12月にコーナー部のスタンドの全面座席化を完させており、続いて2012年12月からはバックスタンドの全面座席化工事を行い、2013年度中に工事が完了して、愛媛 FC の J1 ライセンスが2014年より交付された。また同時に、 大型映像装置がサイドスタンド後方に設置された。2014年度終盤から2015年度にかけてはメインスタンドの座席、屋根の張り替えなどの全面回収が行われ、その間メインスタンドは全面閉鎖された。2010年現在、蒸気計画が進行しているが、新スタジアムの建設を望む声がある。また、県外からの来場者にとっては、 公共交通機関の不足というであり、2005年天皇杯の5回戦、浦和レッドダイヤモンズ FC 東京では、公共交通機関の不足から、臨時バスが終了しても移動できな観客が出たことがある。県内利用者が車でアクセスすることを前提としており、立地、交通手段の不足の結果、渋滞の原因は、松山市方面からの経路上に高速道路の、 インターチェンジがあるためもともと渋滞しやすい経路であることの3点が挙げられる。愛媛 FC は交通渋滞の緩和のためバスでの来場を呼びかけ、車での来場の場合は3人以上の乗り合わせでの来場を呼びかけている。特にアクセス手段を車と市内中心部からのバス、所要時間、通常30分程度、試合時1時間程度に限っていることから、 県外来場者及び、高齢の交通弱者への配慮不足は強く指摘される、可能性が外。駐車場は、公園内の駐車場を利用するが、愛媛県立戸部動物園や、他のスポーツ施設との共同になる。競技場を保有する愛媛県では、財政難から収入増を図るため、2006年頃から各地で導入され始めていた施設命名権の募集を検討。 林県の香川県営野球場、現、レクザムスタジアム、徳島県ナルト総合運動公園陸上競技場、現、ナルト、大塚スポーツパークポカリスエットスタジアムなどの例も参考に年額2000万円以上、3年間継続を希望条件として2007年10月公募した。2007年11月末までに応募のあったのは、 愛媛県伊予市に本社を置くニンジニアネットワークの一社のみで同年12月に同社が命名権を取得した。2008年4月1日から3年間、年額に128万円、税込みでに234万4千円の契約でニンジニアスタジアムの故障、略称はニンスタを使用することとなった。その後、 2011年2月の契約満了前の2011年1月15日に愛媛県とニンジニアネットワークは命名県の契約を更新した契約は2011年3月1日から5年間であり契約年額及び故障略称は前回契約時と同様である2016年にも更新を行い2019年2月28日までの3年間の契約を行っている なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の、国際試合、大会、AFC チャンピオンズリーグなどでは、例外として、正式名称を使用する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。